福島県を訪れている佳子さまが国内や海外からキャンプに参加した障害のあるボーイスカウトらと交流されました。佳子さま、この催しやさまざまな取り組みを通じて、国や地域、言語、障害など自分とは異なる背景や状況に対する理解が深まっていくことを願っています。加古様は10日夜 山のイさんの,麓の施設で開催されたキャンプに参加した障害のあるボーイスカウトらとの交流会に臨まれました。これに先立ち、佳子さまは自分の夢を書いて貼るというプログラムを児童らと一緒に体験されました。佳子さまは今回のキャンプについて、みんなで楽しく過ごせますように、と書かれました。その後、佳子さまは夕食のカレーの配膳を手伝うなどされました。